平野紫耀・神宮寺ゆうた最新自撮り写真でファンを魅了魅了。SNS 炎上の予感平野紫耀が神宮寺ゆうたと共に海での自撮り写真を投稿し、ファンの間で大きな話題となっています。この投稿は、平野と神宮寺が新たに個人アカウントを開設した後の初めての投稿となりました。 その結果、平野のインスタグラムのフォロワー数はわずか2日で275万人に達し、神宮寺も177.9万人のフォロワーを獲得しました。投稿された写真は、海をバックにした平野と神宮寺の楽しげな自撮り写真です。風の強さや自撮りの不慣れさから、自然な雰囲気が漂っています。2枚目の写真では、 平野が手に持ったお茶碗にご飯粒が一粒ついたままの姿が写っており、三枚目の写真では神宮寺が盛られた特大のマグロの刺身を前にしています。これらの写真はプライベート感がたっぷりと詰まっています。ファンたちはこの動向に対して熱狂的な反応を示しています。ご飯粒ついているのかわいすぎる米粒。簡単、 はい、かわいい。米し粒。米し粒つ,ついているのかわいい。ほっぺの米粒のあざとさもかわいすぎ。プライベートの写真見せてくれるの胸熱すぎて泣けてきちゃう。こんなプライベートまで見せてもらえるの疑問符幸せすぎる。やばいやばいやばい。歯から心臓を持たない。と、喜びの声が殺到しました。投稿からわずか1時間弱で45.5万件のいいね。 1> と1.7万件のコメントが寄せられています。平野紫耀と神宮寺勇太は、滝沢秀明氏の新会社とべへの合流を発表しました。これにより、彼らの個人アカウントが開設され、ファンは彼らのプライベートな一面を垣間見ることができるようになりました。 彼らの投稿は多くの人々にとって心を躍らせるものであり、ファンたちは彼らの近況を知るために積極的に SNS をチェックしています。平野志洋と神宮寺ゆ太の人気は元キングプリンス王としての活動からさらに広がっています。彼らは歌手や俳優としての活動だけでなく、モデルやバラエティ番組への出演など幅広い分野で活躍しています。 その魅力的なルックスと才能、そしてファンへの愛情表現は多くの人々にとって心をつかむものとなっています。平野紫洋と神宮寺雄太の SNS 投稿はファンとのつながりを深めるための貴重なツールとなっています。彼らはファンとのコミュニケーションを大切にし、日々の活動や思い出を共有しています。 ファンは彼らの投稿を見て応援のコメントやいいねを送ることで彼らに対する愛情とサポートを示しています。平野紫耀と神宮寺勇太の活躍はこれからも注目を集めることでしょう。彼らの才能と魅力は多くの人々に影響を与え、ファンたちは彼らの成長と成功を見守り続けるでしょう。 SNS を通じて彼らの活動やプライベートな一面を垣間見ることで、ファンたちはますます彼らに親近感を抱くことができるでしょう。平野紫洋と神宮寺勇太の自撮り写真は、彼らの魅力を最大限に引き出すものとなっています。そのプライベート感満載の投稿は、ファンたちにとって心の癒しとなり、彼らの存在をより身近に感じることができるでしょう。 これからも彼らの活動に注目し、彼らと共に成長していくファンの一員であり続けたいと思います。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。